さあ、ということでですね、マンダロリアンのシーズン3がいよいよ予告編を解禁されたということで、早速見ていきたいと思います。 Our people are scattered, like stars in the galaxy. いや、もう西部劇みたい。うわ、なんか7人の侍みたい。いや、これもマンダロリアンってかっこいいですよね。たくさんのルカスフィルム、いや、これかっこいいな。エピソード1のな、アナキンが作った、アナキンが乗ってた同じ、戦闘機に乗るという、これね、ちょっとはエモいですよね。うわ、すごい、やっぱ映像のクオリティがかなり上がってますよね。あ、こいつは、いや、この最先端の映像でね、過去のスターウォーズのキャラクターが復活するっていうのがまた素晴らしいですね。あれ、どうなの、完全にマンダロリアンピカピカに、さらに進化してますね。ここどこだ、え、どこだ、デススター、すごい、フォースと共に抗うこと、 This is the way. 我々の道、いやー、素晴らしい。サンバツ、いやー、ここは、わー、すごいな。これはマンダロリアンの過去の、あれ、ジェダイ、一体誰と戦ってるんでしょう。ジェダイの歴史も関わってくるんでしょう。わあ、これカイロレンのね、子供時代とか、レイちゃんの子供時代、あ、バーも、うわ、すごいな、やっぱアクションと映像が。This is the way. あー、この子もね、エピソード9出てきた。やっぱね、こう、こいつ誰だ、我らの道、うわ、なんなんだ、うわ、めっちゃグローグ強くなってますね。あ、この曲たまらない。The Mandalorian Season 3、いやー、すごいですね。さらに進化を遂げていて、いや、素晴らしい作品になってますね。これは本当にたまらない。ジョン・ファブローがさらに進化を遂げたスター・ウォーズを見せてくれるということでね、いやー、ちょっとこれ